ウィムシムレッスン TV オンラインチャンネル開設2周年記念の特別企画のご案内です。ウィムシムレッスン TV オンラインではこちらの YouTube チャンネルでオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法など分かりやすい動画と解説でお届けしています。おかげさまで本チャンネルは170人の皆様にご登録いただいております。ありがとうございます。解説の当社はビムシミュレッスン TV オンラインはオートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをオートキャドの使用歴足掛け23年、講師歴約18年のノウハウをもとに分かりやすい動画と解説でお届けしていました。当初は2025年完全ビムシム化の問題に少しでもお役に立てるように解説していたんですが、2020年ですね、この水のコロナ禍の時代を迎えてしまいまして、4月に応じられました国土交通省が2023年までに小規模な工事を除いてビムシムですね、ビムビルディングインフォメーションモデリング、コントラクションインフォメーションモデリングを導入する意向を示したというニュースがありました。ご存知の方も多いかと思いますが、こちらでまたですね、ビムシムというところの言葉がまたですね、ヒットが上に上がってきたというところ、またデジタル化というところが必要とされてきてですね、お問い合わせ等ですね、多くいただくことになりました。ビムシムは在宅勤務やそのですね、遠隔操作だったり自動操作だったりの実現には欠かせないツールとなってきたのではないでしょうか。特別企画なんですが、こちら2023年要は2年縮まってしまったものによって、この使いこなすことに的を絞ったというお話を今度からですねしていこうかと思っています。世の中にはですね、かなり深く学んでいる方っていうのは結構たくさんいらっしゃるかと思うんですが、学ぶということといざそれを使いこなしお金を得ているということは全く別次元の話だと思われるんですね。なのでですね、こちらの在宅のキャンペーンを行っています。本日最終日となっているんですが、あなたのお悩みを聞かせてくださいというところをしています。お問い合わせフォームの方からですね、お問い合わせいただいて答えをさせていただく。ただしちょっと時間制限、 Zoom の方を使わせていただきますので、ちょっと時間制限がございますが、もし間に合えば一度お話ししてみませんかという企画を立てさせていただきました。今回のお知らせは以上です。またですね、お問い合わせまたは次回の動画でお会いさせていただきたく存じます。それではスノーオータムでした。